カナのレシピ。はい。まずちょっと皆さんゲストをお呼びしましょう。そうだよ、早めに呼ぼう。気になるか企画の前にゲスト呼びます。来てください。イエーイ。いただいたので早速企画を説明したいと思います。何ですか今回は。はい、チェンジお洋服雑雑え、何だっけ。なんかね、ヒマリンってモデルさんなんですよ。あ、知ってますよ。あ、でしょ。みんなも分かってると思うけどヒマリンモデルさんなんです。はい、モデルさんならどんな洋服でも着こなせるんじゃないかと。うちらも一応ね、やってた時期もあったり、ちょくちょくやってたりするので、まあ、モデルなら誰の洋服を着ても着こなせるんじゃないかということで、今回はみんなでお洋服交換、簡単に言うと。そうです。していこうと思います。はい、早速やっていきましょう。えいえい、おーはい、今のお洋服はこんな感じなので、果たしてね、どんななるのでしょうか。普段こんな感じです。着替えます。服交換しましょう。はい、行ってきます。バイバイ。じゃあまずはノアとヒマリンが洋服を交換したので2人に出てきてもらおうと思います。はい、じゃあどうぞ。お邪魔します。こんな感じ。やばいやばいやばいよ、こっちも。え、ズボン履いてる。やばい。ズボン履かないか。やばー。ノアなんだけど、後ろ姿マジで。ノアも自分でもびっくり。あれって思う。ノアです。相方、今日から相方。あー。今日から相方です。カー。なんでカーの意味載せます。載せます。カーの意味。やめてろ。持ってきてもらったんで、なんでこれこんな感じにしてくれたのかっていうのを教えていただきたい。本当に、ノアさんマジで黒ってイメージで。そうだね、真っ黒だよね。あのかっこいいイメージのものが多かったんで、もうめっちゃベリベリしてみてほしいなと思って持ってきちゃいました。あと色もね、つけようと思って。ハイトーン。こんな感じだから着させてみたかったし、黒は絶対なんか何なんかそこまで黒ってイメージなかったから、全然黒着ないです。あと なんて言うんだっけ、ストリート、もう着ないイメージあったから。いや、でも似合うね。似合うよ。本当ですか。似合う似合う、めっちゃ可愛い。あれ変更します。なんかね、T シャツダボダボしてたら彼氏の着てる感。ああ、確かに持ってくればよかった。ダボダボたまんない。やめていただきたいぐらいやばいんだけど。なんかもう小学生ぶりだわ、そういうのみんな。でもね、あなた似合うから、ね、やめて。あなたね、顔が可愛いから似合うのよ、ちゃんと。チェンジ成功。成功。じゃあ次、かなとひまりんが洋服交換していこうと思います。レッツゴー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 。はい、ということでかなとひまりんが着替え終わったので呼びます。来てください。どうぞ。あ、そうそうそう。うわー、やばい。こちらもイメチェンですね。マジで着ないんだけど。全然見て、スカート短っ。やばい、やば。大丈夫かな、今年19。ダンス知ってるように見えて。あ、ごめんなさい。なんかこういうさ、昔っぽい感じなのでさ、シャツとかさ、あ、なんのだった。いや、全然違和感なかった。全然似合ってた。違った。もうそう、こういうのも着ないしさ、もうデニム、私はデニムめっちゃ履くから、
逆だね。そう、私のやっぱデニムをねちょっと着てもらいたいなと思って、で今回はねもうボーイッシュにしようと思って太めのデニムで、もうかっこいい感じの。でも似合ってる。そう、似合ってるから違和感ない。でも私は違和感ある。うん、あ可愛いけど。でもなんでこの洋服選んでくれたの？本当に、うん、いろんなジャンル着る。うん、確かにめっちゃ着るね。めっちゃ、なんかいろいろ着てるなと思って、スカートも長いのなら着てるし、うん、と思って。でもミニ履いてるのはあんま目立たない。いやー、バレたー。バレたー。いいかなと思って。バレたー。着ました。ミニ履きません。履かないですね。短パンとかも履かないから、うん、しかも肩もそこまで出す人じゃない。オフショルなんですよ、うん、ちょっと肌見せして。やばい、せっかく細いんで肌見せ見せ見せしてます。しました。やばいっす。女女女してますわ。今日女ボイシュかわいい。もう成功ですね。これはちゃんと似合ってる。似合ってる。あ、よかった。かっこいい。マジでやばい。